トルクアートタッソトルクアートタッソは16世紀イタリアの女児詩人。ソレントに生まれる。父、ベルナルドタッソも詩人であった。パドバ大学で法律を学んだが、やがてこれを断念し、1562年に女児詩、リナルドを出版した。フェラーラの数奇鏡、ルイージ・デステに仕え、1573年に巻き歌劇、アミンタ及び女児詩の傑作。 解放されたエルサレムを書いた。ルイージに従い1571年に、フランスに赴き、詩人ロンサールに会う。帰国後エステケのフェラーラ公アルフォンソ2世に仕え、交遇される。この頃大いに名声を博し、多くの模倣者が出た。公の妹、レオノーラを恋し、多くのソネットを捧げている。しかし、解放されたエルサレムの内容が異端と見られることを恐れ。 一部を書き改めたが、そのことを心通し精神に異常をきたし、公によって1577年に遊兵された。一度脱出したが、再び西安の病院に収容され、7年間を過ごした。退院後、ゴンザーガ家のマントバコを、ビンチェンツォのもとに赴いたが、さらに流浪を続け、被作した。晩年、教皇クレメンス八世が彼を警官詩人に助するため、 ローマに招聘したが、称号を授与される直前に、ローマの西洋のふりを修道院で没する。その数奇な生涯は、ゲーテをはじめとして多くの作家の題材とされた。ありがとうございます。